では、今日のメッセージのタイトルを確認しましょう。ルカの福音書58回パリサイ人たちの敵。ルカ11章37節から54節では、朗読をお願いします。ルカの福音書第58回パリサイ人たちの敵。ルカの福音書11章37節から54節 イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が、自分の家で食事をしていただきたい、とお願いした。そこで、イエスは家に入って、食卓に疲れた。そのパリサイ人は、イエスが食事の前に、まず、清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると、主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は、 坂や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は、内側も作られたのではありませんか。とにかく、内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば、見よ。あなた方にとって、すべてが清いものとなります。だが、災いだ、パリサイ人。 お前たちは、ミント、運行、あらゆる野菜の十分の一を収めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだ、パリサイビト。お前たちは、街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。災いだ、お前たちは、 人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。すると、立法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら、私たちまで侮辱することになります。しかし、イエスは言われた。お前たちも災いだ、立法の専門家たち。 人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。 だから、神の知恵もこう言ったのだ。私は、預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。それは、世界の元意が据えられた時から流されてきた、すべての預言者の血の責任を、この時代が問われるためである。アベルの血から、祭壇と神の家の間で殺された、 ザカリアの血に至るまで。そうだ。私はお前たちに言う。この時代はその責任を問われる。災いだ。立法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を取り上げて、自分は入らず、入ろうとする人々を妨げたのだ。イエスがそこを出て行かれると、立法学者たち、パリサイ人たちは、 イエスに対して激しい敵意を抱き多くのことについてしつこく質問攻めを始めた彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたのであるはいありがとうございましたではタイトルもう一度確認しましょう「ルカの福音書58回パリサイ人たちと敵ルカ11の37から54ですねではいつものように「 文脈の確認から入りましょう。何度もこのことは確認してきました。ルカ9-51からエルサレムへの旅が始まった。これが9-51から19-27まで続きますで。これはエルサレムへの旅を描いているというよりは、そういう枠組みを作って、その中で主事の教えを、イエス様が教えた主事の教えを 配置しているっていうことです。ですから私たちは今、エルサレムへの旅という枠組みの中で、イエスが弟子たちに語った教えの内容を、このところずっと学んでいるわけです。そして、直近の文脈、近いところでは何があったのか、これを確認してみましょう。派遣された70人の弟子が喜んで帰還してきました。でイエスは彼らに 弟子としていかに生きるべきかを語ったんです。これ、弟子訓練の教えがこのところの内容ですね。そして、今後の展開です。今後どういうふうになっていくのか。イエスとイエスのメッセージに対する拒否がクライマックスを迎える。まさに今日の箇所がその箇所なんです。そして、拒否という現実の中で弟子としていかに生きるべきかが教えられる。もう確実に 拒否という現実がやってくるわけですねですからこの世から歓迎されるわけではない逆風が含んだその中でいかに生きるべきかということが教えられていくわけです。さあそこで今私たちがいる聖書箇所ですがルカ11の14から54にいます。これはこうやって書いてる理由はこれが一つのブロックになってるんです。でこのルカ11の14から54の中に 区分すると5つの区分がありますよということです。確認してみましょう。まず一番目の区分がベルゼブル論争。これはもう終わりました。イエスが悪霊の頭によって悪霊どもを追い出しているという言いがかりが投げかけられた。それに対してイエスがご自分は精霊の力によって悪霊を追い出しているんだと教えられた。 その論争があったわけですね。それに続いて、2、3、4と教えが与えられました。これはベルゼブル論争の延長線上に出てきた教えだということ。これをしっかりと押さえておいてください。神の言葉を守ることの重要性。それから、ヨナの印。ヨナの印、復活という印しかも与えられない。 さらに光に応答することの重要性。光っていうのはイエスの教えですね。それに応答すれば、そういう信仰があれば、体全体が明るくなるんだという教えでした。234は前回取り上げました。そして今日はいよいよ5番目。パリサイ人たちの敵。37節から50節。これを一つのブロックとして取り上げようと思っています。さあ、この箇所で、 注目すべき点を事前にお話をしておきます。注目すべき点。イエスに対する敵意は、群衆からパリサイ人に移行する。最初、群衆がイエスに敵意を示したんですが、それがパリサイ人に移行していきますよということです。二番目、イエスの教えも、教えの内容ですね。警告から球団に移行する。 警告を発していたたんです群衆たちしかしパリサイ人たちに対しては今度は球団の言葉に移行していきます。3番目ルカが記しているのはマタイ23の1から36とは異なった出来事であろう。これマタイの福音書23章っていうのはこれその章全部がもう長い長い箇所ですね。23章全部が立法学者や パリサイビたちに対する呪いの言葉、糾弾の言葉になってるんです。ルカも同じことを書いてるんですが、だけど、ルカが書いてるのは、マタイ23章で起こったことよりも、早く起こったこと、異なった出来事だというふうに理解することができます。同じことを書いてるのではないんだということですね。そして4番目、ルカの福音書だけ見るとね、ルカの福音書では、これは、 つまり今日取り上げる箇所はイエスがパリスタイ人に語った最後の教えである。マタイの福音書では十字架にかかる直前までパリスタイ人との議論が進んでいくわけですが、ルカの福音書ではこの箇所がパリスタイ人に語った最後の教えであると。だからクライマックスなんです。そこから今日学び取らなきゃいけないのはこれです。5番目。霊的リーダーの何ですか 責任は大きい霊的リーダーの責任は大きいおつくづくそう思いますね。ですから今日何らかのリーダーシップを持った方そのポジションに置かれている方は心を開いて謙遜になってしっかりとイエス様の言葉に耳を傾けたいなと思うんですね。私もそのような思いで今皆さんの前に立っております。これが 注目すすべき5つの点ですさあ今日のではメッセージのアウトライン今日は4つに区分してお話をします。1番清めに関するイエスの,イエスの教え37から41節2番パリサイ人に向けられた3つの災い42から44節3番立法の専門家に向けられた3つの災い45から52節4番 イエスに対する敵53から54節これ1番目がイエスの教え2番がパリサイ人に向けた言葉です3番が立法の専門家に向けた言葉ですで最後がイエスに対する敵が顕著になるという流れですねここで立法の専門家という言葉が出てきますがこれ立法学者と同じ意味ですですからメッセージの中で 立法学者とか立法の専門家とか言うかもしれませんが共に同じ意味だというふうにご理解ください。では今日の結論です。今日の結論は短くまとめたいと思います。イエスがパリサイ人や立法学者を叱責された理由これを簡単にまとめて復習としたいと思っています。 ではアウトラインもう一度確認しましょう4つありました1番清めに関するイエスの教え2番パリサイ人に向けられた3つの災い3番立法の専門家に向けられた3つの災い4番イエスに対する敵そして今日の着手点イエスがパリサイ人や立法学者を叱責された理由 これを確認しながら自分の生活に適応したい。自分の今の姿を変えり見るきっかけにしたいなと。こんなふうに思っていますので、最後までよろしくお願いします。さあ、これでイントロダクション終わりました。これから本論に入りますが、ご準備いかがですかいきますよ。Are you ready? はい、ありがとうございます。では、本論に入りましょう。今日は、 イエスにに対する敵意ついて学ぶここが最後の結論になりますねイエスに対する敵意について学ぶさあではローマ数字1番から入りましょう1番清めに関するイエスの教え37から41節まず3738を読んでみましょうイエスが話を得られると一人のパリサイ人が「 自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に疲れた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。はい。これが37、38ですね。37節解説しましょう。一人のパリサイ人がイエスを食事に招いたんです。これは ベルゼブブ論争がずっと続いているその直後の話ですね一人のパリサイ人がイエスを食事に招いたどう思われますパリサイ人っていうとイエスに敵対していたじゃないか食事に招くというのはおかしいじゃないかそんな風に感じますけどただねパリサイ派の人たちは一般論としてイエスに敵対していたんですが 例外的な人もいたんです。で、今日出てくるこの人は、例外的な人です。イエスを食事に招きたい。で、食事に招くっていうのは、これはイエスから教えを聞きたいということでもあるわけです。当時は、食事の席、食卓っていうのは、ナビが参列者に立法を教える場となった、立法を教える機会でもあったわけですね。 その周りに人々が集まってきて教えに耳を傾けてもよかったわけです。だから一人のパリサイ人がイエスを食事に招いたっていうのは食事の席で立法について教えていただきたいと願ったわけでこのパリサイ人はイエスにまだ敵対している人ではなかったわけですね。さあそこでイエスは家に入って 食卓に疲れた。まあ、了承されたわけですね、イエスさんはね。さあ、そ,その時にね、食事が始まるわけですが、イエスは主人役であるパリサイ人を驚かせたんです。それが38節。なぜ驚いたのか。イエスが食事の前に、まず清めの洗いをなさらないのを見て驚いたっていうんです。 まさかと思ったわけですね。この食事の前の清めの洗いっていうのはこれ、儀式的洗いです。で、ここでしっかりと理解しておきたいのは、モーセの立法は食前の清めの洗いを命じていません。こうしようとは命じていないんです。しかし、食前の清めの洗いっていうのは、これは パリサイ派の伝統の一部になっていたんです。だからパリサイ人の間では直前に清めの洗いをするっていうのはこれは常識になっていたわけです。特にどう考えていたかっていうと清めの洗いはこれは汚れの予防策だと考えていたわけです。汚れないために手を清めて汚れを落とす。そして食事をする。とこんなふうに 考えていたわけですねここでもすでにイエス様の行動とパリサイ人の理解との間に相当なギャップがあるというのが分かります。さあイエス様は何て言われたんでしょうか ?3940 すると主は彼に言われた「なるほどあなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるがその内側は 強欲と邪悪で満ちています愚かな者たち外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか39、40ですねまあ、すごい言葉ですねまあ、ここでもう一つ理解しておきたいのはイエス様は律法が命じる命令を超えて清めを行うことは非難していません 方が命じている異常のことをするっていうのは、イエス様は非難していません。何を問題にしておられるかというと、この機会を捉えて、儀式的清めが内包している、持っている矛盾を指摘されたわけですね。だ儀式的清めをすること自体は問題ではないけれど、それが内に秘めている矛盾を指摘された。で、イエスは、 結論的には、パリサイ人が教えている清めの教え、清めの洗いの教えは、偽善的だと指摘されたわけですね。これは、結果的には、パリサイ人を怒らせることになります。それはそうですよね。あの、愚かな者たちってこんな風に断罪するわけですから、怒りますよね。で、ここで、心を止めたいのは、イエスは、 真理のために戦うことを躊躇しなかった。愛っていうのは真理を語ることです。だから愛を持って真理を語るっていうことが私たちに与えられている大きな使命なんです。最近キリスト教会でも罪の指摘が少なくなった、悔い改めのメッセージが少なくなった、神の前に正しく 生ききるる必要ががあるというメッセージが少なくなくってきたまあまあいいじゃないかというんでお互いを重要し合うこと優しく受け入れ合うことが善であるかのような風潮が広まっています。まあ一言で言うと対決するのを避けている恐れているという風潮がありますね。特にリーダーシップを持っていていろんな決断をしなきゃいけない方々に私は 今語りりかけているつもりなんですねイエス様はここで真理のために戦うことを躊躇しなかった愛を持って真理を語ろうとしておられるじゃあイエス様が語っているその偽善というのは何なのかそれはパリサイ人は細かいことにこだわりながら大事なこと大きなことは無視していた ここに問題があるわけです。ここでもそうなんです。直前の清めの洗いという細かいことにこだわりながら、心の穢れは無視している。そこに偽善があると言われるわけです。食器の外側を清めても、それだけでは御心を行ったことにはならないんです。外側の清めよりも、もっと重要なことは内側の清めです。 神は外側も内側も作られた。そして共に清くあることを願われた。それが外側だけの清めにこだわって内側が汚れたままになっているならばそれは偽善と言わざるを得ない。これがイエス様の論点ですね。まあ、ある <laughs> 神学者がここで面白いことをあの書いてる人がいるんですね。 まあ言葉が乱暴な人、言葉が汚い人が時々いますよね。まあ、私たちもそうです。言葉の問題っていうのは悩ませるものですね。その言葉の問題を解決するためには何、どうすればいいのか。その学者はこういうんですね。汚い言葉は歯磨きをして癒されるんじゃないんだ。内側の清みによって癒されるんだ。 と言ってるんですその通りですね。だから、パリサイビスたちは、歯磨きをすることによって、汚い言葉の問題を解決できたかのように思ってるんだけど、問題は内側にあるんだということを忘れてる人たち。これがイエス様のここでのポイントですね。まあ、今日、この箇所のメッセージの準備をしながら、よくお招きしていたルックテンバーム先生のことを思い出したんですね。まあ、過去 20年にわたって毎年ウルクテンバウム先生をお招きしてセミナーを開いていましたね。でセミナー以外に時間があるときはローカルチャーチを訪問して報酬をさせていただいた,いた,だいたこともあったんですね。ある時浅草のあるローカルチャーチにお招きを受けて行って私も通訳で報酬をしたことがありました。その時に そこに集っていたある一人の婦人が、この方、韓国系のクリスチャンだと思いますが、こう質問したんです。ウルクテンバーム先生は、なぜメッセージの最後に、神道を祝福する祈りをしないんですかと質問したんです。<laughs> どう答えますか神道を祝福する祈りをすることは悪くない。 だけどもそれが言葉だけのものになっているとしたら偽善であるということですよね。聖書はメッセージの終わりに信徒を祝福する祈りをせようとは書いていない。ただ、その方は今までの習慣上、牧師というのはメッセージの終わりに信徒を祝福するものだと思い込んでいた。まあ、パ,ウロパウロ書簡にはそういうことが たくさん出てきますからそのこと自体は推奨されること悪いことではないでも祈らないからといって問題があるわけではない同じ方だったと思いますが <laughs> 食事の席でも質問したんです。ウルクテン・マウン先生は <laughs> 食事の前に祈りをしていなかったなぜ食前の祈りをしないんですかという質問をし,ましたこれも驚きました。 まあ確かにフルクテンバウム先生は食事同席しても私たちが祈りますって言ったら祈られますけどそうじゃない場合はそのまま召し上がられることが多かったですね。で食前に祈らなななけければいいいいとはは聖書は必ずししも命ていないんですだからいただくときに心の中でその食事への感謝があれば十分なわけですね。祈ることは 悪いことではない。これは推奨すべきことでありましょう。けれども、問題はこれです。まあ今日論じてるのはそれなんです。そういう外形にこだわりながら、内面が伴っていなければ、そこに問題があるんだということ。これがポイントなんです。ですから、神様、この豊かな食事を今日も与えてくださり、ありがとうございます。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメンって言った後、 食べながら、なんか今日の美味しくないね。とか、今日これだけしかないのとか、すぐに不平不満の言葉が出てくるならば、それこそ問題なんです。それは直前の祈りをするかどうか以上に、あなたの心に感謝があるかどうかという問題なんですね。だからイエス様は、神徒を祝福する祈りも、直前の祈りも否定しておられない。ただ、 考えなきゃいけないのはそれにふさわしい心の状態があるかどうかということ。これがポイントだということですね。私が伝えようとしていることは伝えましたでしょうかね。外側を清める。清めの洗いをすることは悪いことではない。けれども、心の穢れがそこにあるならば、それは偽善になるんだよという論点ですね。次、41節 とにかく、うちにあるものを施しに用いなさい。そうすれば、見よあなた方にとってすべてが清いものとなります。ここは、どうすれば心が清くなるのか。心の清めっていうのは、どうしてわかるかということですが、うちにあるものっていうのは、大事にしているものです。自分が大事にしているものを、貧しい人たちに施すべきである。施しという行為を通して、心が清くなるわけではない。 けれども信仰によって心の清さを得ている人は「施し」という表現ができるようになる。施しはその人の心が清くなっていることの証拠となる。これがここでのポイントですね。さあこれで1番目終わりました。今度ローマ数字の2番目に入ります。2番目ご覧ください。 パリサイ人に向けられた三つの災い。四十二から四十四節。これ見てみましょう。まず四十二節。三つの災いですから、第一の災い、第二の災いというふうに区切って説明していきます。四十二節。だが、災いだ、パリサイ人お前たちはミント、うんあらゆる野菜の十分の一を収めているが、正義と神への愛をおろそ,おろそかにしている。 十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。はい。正義と神への愛、これこそしなければならないことだということですね。さあ、第一の災い見てみましょう。これです。第一の災いは、大事なことをおろそかにするという問題。これが第一の災いです。パリサイ人たちは、 家庭菜園の収穫にまでこだわっていた。家庭で取れたわずかばかりの収穫の十分の一を捧げる。そこまでこだわっていた。イエスは具体的にミントと運行を取り上げて例としていますね。それほど細かいことにこだわっているくせに、正義も神への愛もおろそかにしていた。これがパリサイ人たちの第一の問題。 ですから、第一の災いは、大事なことをおろそかにするという問題。これが第一の問題です。次、四十三節。災いだ、パリサイ人お前たちは、街道の定石や、広場で挨拶されることが好きだ。はい。この言葉、これ、第二の災いですね。これ、イエス様が食卓で、あるパリサイ人に語っている、それを たくさんの人は聞いてるわけです。その話が今継続されてますね。第二の災いはこれ何かと,いうと、虚栄心という問題です。虚栄心という問題です。内容は、彼らは街道の定石を好んだ。当時、ユダヤ人が集まる街道っていうのは、前の席に指導者が座るんです。そこに座って人々から称賛されることを彼らは好んだわけです。 あるいは、広場で挨拶されることを好んだ。広場でっていうのは公の場です。公の場でいろんな人が挨拶してくれる。そうすると、虚栄心が満たされるわけです。街道で前に座りたい。広場で人々から挨拶されたい。これが彼らが持っていた問題、虚栄心という問題ですね。神の前に謙遜に歩むよりは、 人からの評価を求めていたという問題です3番目の災い次の44節災いだお前たちは人目につかない墓のようで人々はその上を歩いても気がつかない人目につかない墓のようだ」ってうんですねこういう言葉をイエスさんはお語りになっているわけですねリーダーたちはい第3の災いは何かというと「汚れを 拡散しているという問題。自分が汚れているだけではなくて、汚れを拡散しているじゃないかって問題ですね。具体的にどういうことなのか。人目につかない墓って言いましたが、人目につかない墓は汚れを拡散する。だから墓に白いペンキを塗ったんです。年に一回塗り替えていたんですね。夜中でもそこに墓があることがわかるように。でも 塗っていないとその墓は人目につかない墓で誤ってそれに触れた人は儀式的な汚れを受けます。で、パリサイ人の教えっていうのはそのようだっていうんです。それと同じようにパリサイ人の教えを受ける人は汚れるんだ。パリサイ人の教えに触れた人は汚れるんだ。という言い方ですね。これはすごい言い方ですね。人々は パリサイ人の教えが汚れていることを知らないんです。それは目につかない墓、白く塗られていない墓だからです、ね、パリサイ人の教えは一部の人だけではない、国全体を汚れたものとしていた。これがイエス様が叱責された三つの理由ですね。そこでとどまらないんです。次行きましょう。ローマ数字の三番目。 立法の専門家に向けられた三つの技は、45から52節。立法の専門家、立法学者ですね。だからここでは、パリサイ人と立法学者と区別してイエス様が出席のことを語っておられます。45、46見てみましょう。すると立法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら、私たちまで侮辱することになります。 しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ。立法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を忘わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。はい、45節に帰ってください。イエスは、イエスを招いたパリサイ人に語っていましたが、そこに立法の専門家もいて、イエスの言葉を聞いていたわけですね。そして彼が、 イエスに抗議をしましまたさ,あさっきも言いましたが立法の専門家っていうのはこれは立法学者のことですね。で立法の専門家とパリサイビトがどう違うのか。立法の専門家というのはそれだけで一つのグループを形成していたんです。立法の専門家、まあ、いわば法律家というグループがいたわけですね。 でその立法の専門家のほとんどの人がパリサイ派に属していたんです。だから立法の専門家とパリサイ派とは概念が別です。い、まあ、わば縁が2つあるようなもんです。パリサイ派の縁がある。立法学者の縁がある。それがオーバーラップしている部分が相当あるわけです。そこが立法学者でもあり パリサイビトでもある人たちが所属しているそうですね。縁がオーバーラップしているイメージを持ってください。そして立法の専門家とパリサイビトたちは、興味が同じですから、行動を共にすることが多かったわけですね。そういう立法の専門家の一人がそこにいて、イエスに抗議をしたわけですね。なんて言ったか。先生、そのようなことを言われるなら、 私たちまで侮辱することになります。パリサイ人を侮辱しているっていうのは私たちへの侮辱になりますよ。というわけです。この立法学者は自分たちに関してはパリサイ人のようではない、パリサイ人ほど罪が重くないと主張しているわけです。イエスはそれを認めません。46説言ってください。イエスはここでは 厳しい言葉を発しました。そこでイエスの言葉、ここでも災いが3つ出てきますから、一つ一つ分析していきましょう。災い1。立法学者の災い1。まず1番目。愛がないという問題。はい。具体的にはどういうことでしょうか。立法の専門家たちは、立法の解釈に時間を費やした。だから専門家なんですね。 プロなんです立法解釈のプロです。パリサイ派はその解釈の実行を推進する宗教団体である。これが立法学者とパリサイ派の違いですね。立法学者は専門的に立法の解釈に取り組んでいる。その解釈された結果を民衆に実行させるように動くのがパリサイ派という宗教団体です。 立法の専門家たちは厳密な立法解釈を通して何をしていたかと。民に重荷を負わせていたんです。これがイエス様は指摘して,ておられてるんですね。4番目。しかし、自分たちのためには抜け道を用意した。自分たちはそれを守らなくてもいいような抜け道を用意していたわけです。と同時に、 自分たちは立法に従順であるかのように振る舞っていた。抜け道を用意しておきながら、自分たちは立法に忠実であるかのように振る舞っていた。これも偽善です。彼らには民衆に対する愛がない。ミシュナ法。これは、古伝立法のことです。これは、立法学者たちが作り上げた古伝立法です。ミシュナ法は、 立法に従うよりも、つまり、モーセの立法に従うよりも、古伝立法に従う方が重要だとした。これもうちょっと説明しますと、モーセの立法よりも、古伝立法の方が大事なんだと言ったんです。その理屈はどういうことかというと、モーセの立法は難解なんです。それに対して、立法を解釈した結果出てきた古伝立法は分かりやすいんです。 明快なんです。だから明快な古伝立法に違反するとしたら、より難解な盲署の立法に違反するのは当然である。だから、より明快な古伝立法に違反することは、より重大な罪となる。盲署の立法に違反した場合は、難しいからねというわけも立つんだけど、古伝立法の場合は、そうはいかない。より重大な罪となる。そういうことで、立法学者たちは、 九伝立法をモーセの立法以上に重要だというふうに教えたわけです。災いの一番目、愛がないという問題。次、47、48見てみましょう。47節災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうして、お前たちは先祖がしたことの証人となり、同意しているのだ。 彼らが預言者たちを殺しお前たちが墓を建てているのだからこれが4748ですねさあ立法学者に対する2番目の災いは何かというとこれです2番目の災い預言者たちを迫害するという問題これが2番目の災いですねどういうことか1番目彼らは古くなった預言者たちの墓を新しく 立てているが、それ自体は決して悪いことではない。イエス様は、墓を新しくすることは悪いことだとおっしゃっているのはないんです。取り上げているのは何かというと、しかしイエスは、この行為の中に彼らの疑瞞を見ているわけです。疑瞞があるんだと。どういう疑瞞かと。彼らは、墓を立てることで、先祖たちの罪に加担している。もうちょっと説明します。彼らは、 死んだ預言者たちを敬うが、生きている預言者たちを迫害する。これ、墓を建てることによって、罪滅ぼしをしているわけです。つまり、先祖たちが罪を犯したということを認めている。その上で墓を建てるということは、先祖たちが犯した罪に加担していることになっているんだ。その証拠に、先祖たちがしたように、今の彼らもまた、 生きている預言者たちを迫害しているではないかというわけですね。まあ、先祖たちの罪の償いをしながら、今の預言者たちを迫害している。で、今の預言者たちの誰のことかというと、バプテスマのヨハネ。そしてイエスです。だから先祖たちと同じことをやっている。バプテスマのヨハネを受け入れない。イエスを拒否する。 同じことをしているこれが災いの2番目預言者たちを迫害するという問題があるさあ次49から50節見てみましょう。これは災いの2番目の延長線上の言葉です。だから神の知恵もこう言ったのだ。私は預言者たちや人たちを彼らに使わすが彼らは そのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。それは世界の元いが据えられた時から流されてきたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。アベルの地から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの地に至るまで。そうだ、私はお前たちに言う、この時代はその責任を問われる。はい。四十九節に戻ってください。 これ、災いの二番目、預言者たちを迫害するという問題です。そのことをさらに解説しておられるわけです。ここでイエスは、神の知恵という言葉を使っています。神の知恵を引用しているんです。神の知恵というのは何のことかというと、この文脈では旧約聖書のことです。私たちが旧約聖書と呼んでいる、ヘブル語聖書のことです。そしてそれを引用しているんですが、 引用している内容は、これ、ユダヤ的引用法でこういう方法があるわけです。特定の旧約聖書の箇所ではありません。だから引用内容をいくら調べても、そのまま出てこない。じゃあ、ここで何が起こっているかというと、この引用は、預言者たちの運命に関する啓示を要約しているんです。預言者がどう扱われるかという啓示を要約して、イエス様が 語っておられるということです。そこでどういうふうに要約されたのか。それが行動のポイントです。要約した内容を見てみましょう。これはそのままの引用ではない。要約してるんだということ。一番目。民は神が使わした預言者たちは使いの者たちを迫害してきた。これが要約の一番目です。二番目。神はすべての預言者の地の責任をこの時代に問う。この世代のユダヤ人に問うということ。 なぜなら、この時代は神の御子を拒否したからである。この時代は預言者の中の預言者、神の子ご自身を拒否したという最大の罪を犯したから、それまでの預言者の血の責任をこの時代に問うと、イエス様は言われたわけです。神の怒りがこの時代の上に注がれるんだ。もう神の怒りが打ち負けられるということですね。これは紀元70年にエルサレムが滅ぶることの 予言になってますそしてユダヤ人が世界離散に向かっていくその悲劇を経験することの予言になっています。神の怒りがこの世代の者たちの上に注がれる。はい、そして5番目。この時代はアベルの地からザカリアの地に至るまでの責任を負う。これアベルっていうのは最初の殉教者です。創世紀4章の8節に出てきます。 ザカリアっていうのは、旧約聖書で最後の純教者になった人です。列王記第2、24章、21から22に出てきます。そのように、アベルからザカリアまでの流された預言者たち、神のしもべたちの血の責任をこの時代に問うと、イエス様は言われたわけですね。なぜかというと、この時代が最も大きな罪を犯した。イエスを拒否するという、 罪を犯したからですね2番目の災いは預言者たちを迫害するという問題これがイエス時代のユダヤ人たたちの問題でであったわけですねそして次災いの3に行きますが52節「災いだ立法の専門家たちお前たちは知識の鍵を取り上げて自分は入らず入ろうとする人々を妨げたのだ。 これが52節災いの3番目行きましょう。知識の鍵を取り上げているという問題があります。知識の鍵を取り上げているという問題。具体的にはこういうことです。ここでの知識の鍵っていうのは神の言葉でありイエスの言葉でもあります。それを理解する鍵のことを言ってるわけですね。イエスがここまで語ってこられた教えのことですね。 この文脈では、ベルゼブル論争以降、イエス様が教えている内容ですね。英語では、the key of the knowledge ですね。the key of the kingdom これ、三国の鍵。また16の19に出てきます。三国に入れるという鍵ではないんです。三国を開くという鍵ではなくて、神の言葉を開く。神の言葉を理解させるという鍵ですね。 それが知識の鍵です。からお前たちは知識の鍵を民衆から取り上げている。神の言葉を理解する方法を取り上げているってんですね。具体的にどういうことかっていうと4番目。立法の専門家たちはイエスの教えを拒否した。教えを拒否することによって民衆に聞かなくてもいい。あの教えは間違っている。理解するチャンスを奪ってしまったんです。その結果、 人々が霊的知識をを得ることを妨げたんです人々は相変わらず霊的暗黒の中に置かれることになったんですね。今あのパリサイ人の災い3つ立法の専門家の災い3つ合計足すと6つ論じてきたわけですが今論じている3つ目の災いこれは 到達すると、六つの災いの最後ですね。この災いが六つの災いのクライマックスです。つまり、問題は何かというと、神の言葉を伝える使命を与えられた者たちが、その使命を放棄しているということです。これが問題なんです。これが災いのクライマックスです。今日は最初のところでですね、 指導者の使命、リーダーの責任って話をしました。本当にそうなんです。本当にそうなんです。私もいろんな機会に聖書を教えています。また、ハーベスト聖書塾という塾も開校しています。受講生からよく聞くんです。あるいはメッセージをいつも聞いてくださる方、応答があるんです。悲しいですけど、でも今日は、あの、 率直に申し上げますね。イエス様はこんなに率直におっしゃってるから。ある方はこう言うんです。私はクリスチャンになってから何十年も教会に行っていたけれども、聖書の言葉を理解していなかった。聖書を全体的に理解するという知識に欠けていたんだということをおっしゃいます。なんと悲しいではありませんか。ある方はこう言いました。 黙示録を学びたいと指導者に願い出たらあの本は難しいから信徒は読まなくてもよろしい。これ知識の鍵を奪っているということではないんでしょうか。こういう悲しい言葉を聞かなければいけないという状況に実は今の教会はあるんですね。全部が全部ではない。でも多くの教会がそういう状態になっている。 私たちのところでは、見言葉をしっかり学び、本当に理解した喜びに溢れていますという言葉もやってきます。嬉しいです、そういう時は。リーダーシップのポジションに置かれているお互いには、神の前に果たすべき責任があります。そして神はいつかその責任を私たちに問われる時が来るんですね。私たちが指導している 人々っていうのは神の羊イエス・キリストに属する羊ですその羊を養うように私たちは召されてるんです彼らから知識の鍵を奪って彼らを支配するように召されてるんではないということですねそのことを今日しっかりと覚えたいと思いますさあそこまで厳しい言葉を聞くと反発しますよねだから4番目 イエスに対する敵意が生ままれている、でです。読んでみましょう。イエスがそこを出て行かれると、はい、食事の家を出て行ったわけです。立法学者たちパリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけるようにと狙っていたのである。はい もうこれを気持ちわかりますよね。立法学者とパリサイ人のイエスに対する敵意が激しく燃えた。これだけ本当のことを言われたんだ。だから怒らないはずがないんです。そこで彼らは何をしたかという。多くのことについてしつこく質問攻めを始めたということですね。真理を知りたいからではない。 イエスの信頼性を貶としめるための質問をしようとした。あら探しの質問を始めたんです。す言いがかりをつけるための質問を始めたんです。これがこれ以降、すごく激しくなっていく。で、これはルカの福音書全体の中で見ると、霊的指導者たちによるメシアの拒否です。イスラエルは公にイエスを拒否したっていう出来事が今日、 有カの福音書のこの箇所で出てきたわけです11章のこの箇所で出てきたわけですイスラエルが公にイエスがメシアであることを拒否したということこれがここでの内容ですマタイとマルコの福音書でも同じ記事が出てきますがマタイとマルコではそれぞれ12章を開いてください12章が霊的指導者たちによるメシア拒否の箇所です ルカはそれが11章になってますこれ以降立法学者とパリサイ人の殺意は激しさを増していくイエスを殺そうという思いがますます激しくなっていくそれがイエスを十字架に追いやっていくエネルギーになってくるわけですねイエスに対する敵意が沸騰したということさあこれで今日のセクションが終わりました さあ結論ですこれを振り返ってみましょうイエスがパリサイビトや立法学者を叱責された理由今日6つの呪いの理由を挙げましたねそれを一つ一つ復習してみましょう1番目彼らは外側を清めたが内側はそのままにしておいたこの箇所では 言葉の汚れを歯磨きでは癒せない。心の中の清みが必要だということを言いました。それを常に思い出してください。汚い言葉を吐く。人を傷つける言葉を吐く理由は何ですかそれは心が汚れてるからなんです。これが一番目。二番目。彼らは菜園の収穫の十分の一を下げたが、正義と神への愛はおろそかにした。 細かいことにこだわり、より大きなことは無視している。そういうことはないでしょうか。リーダーの皆さん、お互いに内面を吟味してみようじゃありませんか。3番。彼らは称賛されたり、注目を浴びたりすることを好んだ。これ、神を崇める以上に、自分が崇められることを好んだということですね。私たちが神様に一生懸命、 奉仕をしている理由は何でしょうか賞賛を浴びるためですかあるいはキリストの皆が崇められるためですか今隠れている動機はやがて神の前に立った時に全て明らかになるんです。神を恐れることを学ぼうじゃありませんか次4番目。宮殿立法という重荷を人々に負わせ自分では手助けしなかった。これは 教えるだけで自分は実行しないリーダーの姿ですね。そういうふうになってないでしょうか。自己吟味しようじゃありませんか。そして5番目、イエスが語る真理の言葉を受け入れなかった。自分自身は真理の言葉を受け入れない。6番目、それどころか人々がイエスの言葉を受け入れるのを妨げた。 自分が聖書を理解していないからといって他の人が聖書を学ぶのを妨げる理由は何もありません。信徒の人たち、また救われて間のない人たちが御言葉を熱心に学びたいという願いは褒めて育てる必要がありますね。抑えつけてどうするんですかそれは知識の鍵を奪っている大きな罪だということを覚えましょう。神を恐れることを 学ぼうではありませんか。私たちのうちにある隠れた動機がすべて明らかにされる時がやってきます。そのことを覚えながら、今週もイエス様を見上げて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りします。天の父なる神様、パリサイ人と立法の専門家たちの問題は、 そのまま現代の私たちクリスチャンの問題でもあることを今日学ぶことができました。どうか私たちを憐れんでください。問題は本当に単純です。イエス・キリストを信じる信仰によって、防音なげんしていること、新しくされていること、内側に住んでくださる 精霊の支配に従っていること。それ以外のことは枝葉のことであります。どうぞ、内にある命が外に溢れ出るような歩みを今週一週間もさせてください。主イエスキリストの皆によってお願いします。アメン。はい、ありがとうございました。